ワットスワンドークであり、ワットブッパラームとも称される。この寺院は、第三級王室寺院である。寺院は、ステープ通りにあり、旧市街の堀の西側にある、スワンドーク門の西およそ 1km に位置する。仏教大学である、マハーチュラロンコーンラージャビルや大学のチェンマイコ校が、寺院の敷地内に置かれている。年のワットスワンドクワット、スワンドクは、 西暦1383年、ラアンナーのオークーナーにより、僧侶スマナテイラのために創建された。寺院は、遅延前時代よりも古いラワ族の威嚇都市であった、ウィアンスアンドオークの中心に建立された。その防備の輪郭は、衛星画像上をはっきりと痕跡を確認することができ、土壁の遺構の一部は、今もなおステープ通りの北に見られる。オークーナーの花園は、 ここに位置し、その寺院の当初の名前としてワット・ブッパラーム、もしくはワット・スワン・ドーク・マイと略した名が付けられた。ワット・スワン・ドークの入場門伝説によると、スコー・タイヨーの僧侶マハース・マナテーラが、現影を見た後にそのフッツシャリを発見し、それは、また同様の現影により、チエンマイに奉納されることになった。スマナテーラは、オークーナーの正体で、 ランプーのすぐ郊外のワットプラユンニニドの暗居に滞在し、その後期にワットブッパラームドークマイが構築された。シャリが新たに混流された寺院に収められるようになった時、それは驚くべきことにそれ自体がそのまま二つになった。そのシャリの一つは、予定通り、ワットブッパラームドークマイの中の指導に収められたが、もう一方のシャリは一頭の白い像の背に乗せて運ばれた。 地縁前のすぐ西にある山同一テープを登っていた時、白蔵は、かんだかく3回泣いて死んだ。ワットプラターと同一テープは、その場所に2つ目の車両を奉納するために構築された寺院である。仏座像と背面を向く、仏立像藁の束を持つ、仏立像仏塔と白い霊廟群。ありがとうございます。